皆様ごきげんよう。宇宙アマルガワ銀河太陽系第三惑星地球、日本の東京に住んでいるスイカメです。本日の動画は、こちら。スイカメちゃんとカードリーディングの動画だよ。サソリ座の皆様ごきげんよう。スイカメです。今回はこちら。 2024年3月の運勢リーディングとなっております。よろしくお願いいたします。はい。スイカ目の星座占いはですね、太陽星座、月星座、リリース星座など、はい。好きな用途で見ていただきたいと思っております。はい。またですね、ご自身の星座でなくても大丈夫ですし、ね、この月に絶対見ないといけないということはございませんので、好きな時に見て何かしらメッセージを受け取っていただけたらなと思って読んでおります。はい。それではね、カードご説明です。 こちら、キーワードとラッキーカラーが入っております。下に行きますね。はい、ここがですね、勉強運、お仕事運。ね、勉強運、お仕事運です。真ん中、対人運、恋愛運。はい、対人運、恋愛運です。はい、そして最後、こちらですね。はい、こちらが、金運と豊かさで読んでいく予定でございます。はい、それでは早速オープンです。 はい。それではね、読んでいきたいと思います。まずここ。はい。えっ、ー、と、金運豊かさからいきます。えー、ダイヤルかな、2枚と、もうこれのね、アンスールのカードも逆位置全部逆位置で出ている。うん。何か、えーとね、物事の終わりという場所で、うん。 そうですね。あの、なんていうかね、バランスが崩れていく、なんか、崩壊していく、えっ、ー、と、その場所に立てなくなる、あの、足元がガラガラと崩れ落ちるような感覚、えっ、ー、と、うまくコミュニケーションが取れない、そうですね、安定していない、うん、そういう感じで見て取れるので、ちょっと今月は、あなたの心が、うん、えっ、ー、と、 安定しない感覚そうですね。また、他の人との関わりの中で、言葉を上手に、えー、扱えないというか、嘘をつかれる、もしくはつくことが多くなる月。うん、そうですね。思ってもいないことを言わなきゃいけない。そうだね。そういうことが出てくるかもしれない。そう、うん、そうなんだよね。うん そう、ちょっとコミュニケーションの中で、あなたは、本当は言いたいことがあるんだけど、そう。だけど、それを言ったら、多分、あの、地盤が崩れるというか、相手が悲しむというか、うん、そういうところがちゃんとわかってる人なんだよね、サソリザさんが。だから、えっ、ー、と、相手を傷つけない言葉を非常によく、うん、上手に選んでいくっていうような、そういう感じが出て、見て取れる。うん。 それによってね、相手が傷つかないっていうのがね、とっても大事なポイントになってくるんじゃないかなって思う。ただ、あなたは嘘をついたことによる罪悪感みたいなものがもしかしたら芽生えるかもしれないんだけど、それって、あなたが自分が気持ち良くなるためについた嘘じゃないってことに注視してほしいの。気づいてほしいのよ。相手のためについた嘘だってこと。うん。だから、あのー、悪いと思わなくていいっていうかさ、そう。 そうなんだよね。うん。ちょっと、なんていうかさ、誠実でなかった自分が、なんか、悪いみたいな印象を持つかもしれないんだけど、そうじゃなくて、そこじゃなくて、嘘っていうのをついたかもしれないけど、それは、あの、その人を傷つけないためにあなたが選んだ一つの手段だよっていう、そういうことを言ってくれてるのね、言葉。うん。上手に言葉を選んだ結果、 があなたの心に対しては嘘をついたかもしれないけれど、うん、でも相手を傷つけなかった、うん、傷つけることなくその場を収めることができたっていうそういうことだと思うんだよね、うん。だからちょっとこれお金と豊かさで読んでるんだけど、そうあなたの心がそのざわざわするというか崩壊したように見えるのは。うん 嘘っていうのが悪いものだっていう印象がすごく強いからなんじゃないかなって思う、これ。うん。なんか相手を騙しているような感覚が自分の世界の中で良くないことだっていうようにね、そういうふうに見えるんだよね。うん。だけど、それは相手のためを思って相手を傷つけないためについた嘘なんだから、それはあなたの優しさだろそう。優しさではないでしょうかっていうようなことを言ってくれているのがこれ。うん。今月。 ちょっと豊かさっていう点と、あの、お金っていう点で、これがどう動いてくるかわからないんだけど、嘘っていうのがね。うん。えー、っと、でもそういうところで多分あなたが自分に対しては本当に思ってもいないことを使う、言葉を使うっていうことが必要になってきて、それに対してあなたが罪悪感を得る必要はない。そうですね。うん、そういうことを言っている気がします。はい。 これってさ、多分だけどさ、うん、そう、あなたの優しさなんだよね、本当に。だから、優しさだから、あの自分が悪いって思わなくていいと思うんだよね。うん。もちろん、相手に誠実であの、正しいことを言うのはいいかもしれないよ。でもさ、それでさ、相手が傷ついてさ、うん。なん、なんて言うのかな。ねその、相手を傷つけることが正義なのかって言ったらさ、 そうじゃないよなって。うん。多分、サソリさんはそこがしっかり分かってる人なんだろうなっていうイメージ。だからちょっとお金関係と豊かさ関係で読んだんだけど、こういう、なんか嘘っていうのがキーワードになってくる。そうだね。で、これっていうのは、自分に誠実でなかったわけではないんだよってことが、多分キーワードとして必要になってくることなんだと思う。うん。そう。だからあなたは、 あの、やったことを、そんな、悪いこととして受け止めなくていいですよっていうような、うん、こととして読もうかな。うん、そういう感じだと思うんだよね。はい。ちょっとお金と豊かさという点で、あの、うまくリンクさせていただけてればいいんですけど、ちょっと難しいかもしれない。こういう、こういう感じで読めました。はい。で、次ね。今度、対人、えー、恋愛ですね。対人恋愛に関しては、これはね、さっきの言葉の話で、 ちょっとつながってくるかもしれないんだけど、えーとね、二人のと、えっ、ー、と、間の、うーん、不仲、不仲とか、あの、コミュニケーション不足みたいなものがあるかもしれない。そうですね。あなたにとってそれはちょっと好ましくないことだったのかもしれない。うーん、そう。そうね。ちょっと辛いなーって思うような、喧嘩みたいなことが起きるのかもしれない。だから自分は、自分が、 あの、とてもいい状態、いい心の状態ではないってことだよね。うん。そのことがあったから辛いのか、うん。そのこと自体じゃなくて、その前後、前後関係全部だね。うん。それらのことがあって、あなたがね、悲しんでいるのかみたいなね、ところは見えるんだよね。うん。ただね、どちらかというと、いいカードがすごく来てるから、多分だけど、この、 悲しいって思うことね、うん、あなたが泣くこととかあの怒ることとか感情を抑えられないってことがあの今後のキーワードになってくるうんそうですねあなたの今後相手と付き合っていくのに非常に必要になってくるエネルギー源ですよとも言ってくれているそうね、うん、あなたが目指しているところに行くためにはこのあなたが泣いたこと怒ったこと そうだね。感情がバーってなっちゃったことっていうのが必要だったんですよ。うん。あなたの先、この先の状態になるために必要なことだったんですよっていうような、すっごい自分にとっては辛いことなんだけど、これがさ、あの喧嘩とか、うん。ちょっとうまくいかなかったことっていうのが辛いんだけど、でもこれっていうのはあなたがこの感情をバーンって爆発させ、た、ごめん。さ、例えば、爆発させることだとかね。うん。そういうことを、 ができる。そういうイベントだったってことに気づくみたいな。うん、そういうことを言ってくれてるかもしれない。はい、そしてですね。また、ここでもあのコミュニケーション不足みたいなものが出ているので、うん。そのコミュニケーションは難しいよね。相手のことをさ思えばうんね。あのー、その相手をさ間違ってるよって言ってあげた方がいいのか？うん、それとも。そうだね。って言って。あの相？ なんだろう、受け止めるのがいいのか。うん。ね難しい判断のところってね、せめぎ合ってる。これがもしかしたらその豊かさの展開で、ここともね、リンクしてくるのかもしれない。なんていうか、嘘をついた誠実じゃなかったっていうことが、ここにかかってくる可能性もちょっとあるなって思って。うん。そうね、あなたが、まあ、心地いい状態ではない。辛いって思うことこのさ、 なんか悔しいとか悲しいとか、怒りだとかそういうものっていうのがさ、うん。そう。うん。必ずしも、なんていうか、正しいわけではないし、必ずしもその、そ,のそう、そう嘘が悪いわけでもないし、で、あなたの優しさが、そう、あって、 このね、感情の爆発みたいなものが起きて、それであ相手があなたがまあこれだけ我慢していたことに気づくだとか、うん。そうね。あなたという人をね、相手がしっかりと理解するきっかけになるみたいなことが多分今回なんだと思うんだよね。だから相手もハッと気づくんじゃないかな。 あなたたたが優しいいいい嘘ををついていたことをみたいな、ねうん、なんかそんな感じに読めましただからその未来とか先につながるっていうそういう感じでは見えるねうんそうただちょっとあなたにとっては結構辛いことっていう感じの、うん、そうねコミュニケーション不足が引き起こした何かっていうものがあるのかもしれないはいこんな感じで読めましたうんうんやばい <laughs> 時間来ちゃうねごめんごめんはい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 どんどん読んでいきましょうはいそして勉強 と、えー、お仕事ここでもですね、やっぱちょっと辛いカードが来てて、これに関してはもう自分がやったことに関して自分が傷ついたっていうその感情ね。そこから抜け,で抜け出せに、抜け出しにくいってね。うん、そういう状況下にあるみたいなんですけど、はい。うん それもね、ちゃんと自分で制御していけますよ、大丈夫ですよっていう感じが来ているので、うん。お仕事に関して、学びに関して、多分、あの、経験を積む上で、やっぱり失敗しちゃうことってあるじゃないですか、自分の中で。うん。やったけど、頑張ったけど、できなかったっていう経験とか、そういうものがあると思うんですよ。それに、あの、ずっと、まあ、し、えー、っと、そればっかり考えていると、やっぱ辛いので、うん。そろそろ、その、失敗しちゃったっていうのを、 自分の中,中できちんとね、うん、きちんと消化してあげて、うん。自分の糧にしていきなさいよって、うん。そういうことを言ってくれている気がします。仕事に関して、勉強に関して、学びに関しては、そう、もうだって、これね、あなた傷つきました、うん。いろいろやったけど、ダメだったこともありました、うん。 ね、そういうことに関して一旦区切りをつけて次に,次にそう再出発そうですねそういう感じに、うん、持っていったらいいのかなってちょっと思いますねうんであなたはそれをそれができる状態そうですね精神状態にも、うん、戻ってきましたよそう傷ついたあなたを漁する制御できるほどの精神状態まで今来てます3月うんだからこの先、うん、これもさ,さっきもそうだけどこの先に対して もうあなたはここでくよくよする必要がなくなったので、それを一旦自分の中でね、落とし込んで、終わりにして、また次に進んでいく。ね、そうだね。そういうことを言ってくれてるんじゃないでしょうか。うん、すごくね、いい感じのカード。ね。そうね、どんどん、また頑張ろうっていうようなね、そういうエネルギーになっているのでね。うん。これ全部そうだよね。今、辛いのはもしかしたら、こっち。 3月辛いのはこれ。3月の前辛かったのはお仕事。で、お仕事がちょっと肯定し始めたら、今度は、あの、恋愛がちょっと、あのー、ね、この先に進むためにいろいろ、んなんかいろいろなことが起こるみたいなね。 ことかもしれないそれはあのコミュニケーションだったりそういうものが引き起こしつつ可能性もあるねあなたが嘘というものに対して言葉というものに対してのエネルギーそうですね言葉っていうそのもの、うん、に対して抱いているものの価値観そうですねそういうものが、うん、関係してくるかもしれないはい。うん ただね、それはあなたの優しさなんですよってね、そういうことを言ってくれている気がしました。はい。ではね、キーワードと、えっ、ー、と、ラッキーから引いていきましょう。まずはキーワードです。えー、ーの、静かなるというカードと、文字、やっぱなんか、あのー、なんだっけと、ごめん、えー、となんだっけあのー、嘘とかそういうのの言葉的な意味があるかもしれないですね。はい。そして、あと、リスクのカードが来てた。リスクか。うん。 嘘をつくリスクみたいなものを考えているかもしれないですね。これはちょっとつそうね。あるかもしれない。嘘は悪いことだみたいなね。そういうことかもしれないよね。うん。なんか優しさと比べるのは難しいよね。うん。あと、静かなカードが来ているので、静かにふつふつという、あの、行われてきたあなたの感情みたいなものが、まあだからそこ、静かに爆発するってことはないよね。だから静かだったんだけど、 てんてんてんって感じだよね今月は多分何か、うん、あるのでしょうはい そして、今月のラッキーカラーはこちら。白い色と金色。これ、ラッキーカラーに来ているので、あの、お金、金運はすごくいいです。ちょっと金運のカードが来てなかったけど、ここで来たから大丈夫ですね。金運は大丈夫。はい。そして、焦げ茶色が来ておりました。こういった色を、えー、身につけたり、選ぶと良いかもしれません。ということで、終わっていきたいと思います。最後まで聞いてくださって、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっと結構厳しい感じのことが出てきていたのでね、あの、好きなとこだけ読んで、うん。 聞いていただいてね。いらないところはね。もう全くスルーという感じで大丈夫ですので、ね。はい、何かしらね。さとる伊佐さんのお役に立てたら嬉しいです。よろしかったらまた別の動画でお会いしましょう。バッハは？最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。バッハはい。